関周一の誇る自慢の隠れ家的な焼肉ホルモン焼き、ホルモン亭、大衆焼肉ホルモン亭でございますって言っても今ステレオしか映ってないのまあ向こうもちょっと映してるから、まあこんな感じ、インテリア。あ、こうなってんだ。うん、へえ。これなんか全部俺の自作。え、そうなの。これもそうだ。これ DIY、 DIY ってやつだね。で、あの障子も俺の自作なんだよね。あ、そうなの。うん、登って登って。うん、あ、ここなんか焼肉感あるわ。そう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 、焼肉って感じでしょ。そう、うん。で、これはね、経費を削減する意味でね、うん、煙突を使ってダクトを作ったっていう。まあ、菅秀一、こういうね、変なところに金使いたくない人間だから、うん、そう、なるべく節約節約で、いざ使う時にはもうバーンと爆発させる、うん、そう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 、まあそんな感じですよ。まあ女の子ね、非常にこじんまりとしたね感じでやってるけど、まあ将来的には大繁盛することでしょう。もう繁盛してんじゃない。あ、まあ繁盛してるね、うん、してるっちゃしてる。ただもう肉の原価が高すぎて、うん、利益にはまだつながってないけど。あ、そうなの、うん、まあでもいい感じですよ、うん、細々とやってますわという感じで、まあ今日のエンディングというか反省会だね。そうだね、反省会からやろうか。まあということで今日も無事終わりました。はい、結果は俺の97ダウンってことです。97ダウン、18ホールで97本ダウンしてしまうっていうね、まあ衝撃的な最高を得たけど、うん、まあ、あんなところで慈悲を使うのが良くないんだよ。そこね、うん、多くても3ダウンですよ。そうだね、うん、まあでもパター対フルセットがないところで見せられたってだけでも頑張るので、まああやってねロフトサンド34インチという短いクラブでもあれだけの勝負を繰り広げられる。まだね、わかるんで肩が治ったばっかりってことなんで多めに見てやってたの。まだ治ってないんで、もう右腕がパワーアップしたせいで弾が立つ。見て強すぎたね。そう、チーピン、うん、キッチングでチーピンして返してくる。まあそんな感じで、もうなんか来たりとか食べましょう、食べましょう。いやすごい肉だね。で、うん、青々としてるよ、まだケツが青いうちに、うん、取ってきた肉なんだ、うん、これこだわりは？このこだわりはね、うん、隠し味に人参をばらまいてる。そうそう、まあ上端に紹介した。隠れてないけど、隠れてないけど。まあこれがうちの誇る上端塩、うん、まあ残念ながら今肉が高騰してるから、うん、国産和牛は使えてないけど、それでもかなり上質のね、うん、鼻先だけをこうやって切って並べてある、うん、まあちょっと焼いてみようか。ファイヤー、これが梅とレモンを和えたものでございます、うん、まあこの酸っぱさを感じてゴルファーもみんなね刺激になって飛距離を伸ばせたら、うん、そういう意味を込めて作ったわけではないけど、うん、じゃあちょっと焼いていきましょう。これがトントロと頭は豚肉のこめかみだね。あ、これ豚肉なんだ。そうなんだよ、牛肉かと思った。こっちは牛で、こっちは全部豚肉。あ、そうなんだ。トントロはまあ、豚でいうカルビだね。うん、頭めっちゃうまい。頭うまいね、大好物。うん、やっぱりこのちょうどいい具合に焼いた時のタンのはち切れる食感っていうの、これは他の肉にはない味なんだよね。どうぞ。うん、うまい。毎日食ってんの？そうだね、週5、6回食ってる。これ焼き肉かな、ね、うん、
たら少しはサービスが良くなるかもしれない。お母さん少しはね、少しは良くなるかもしれない。やっぱりトレーニングとってこういう肉とかタンパク質いいんじゃないの。うん、トレーニングしてないんだよ。ああ、してないんだ。誰かに洗脳されちゃった。そうだね。これもうまいよ。これ和牛。和牛。うん、まあカルビ、今回カルビだから A3 だけど、うん、上カルビだと A4、A5、A4 以上を全部使ってる。どうですか、お味の方は。いや最高だよ。最高、うん。なんか最高だよってゴルフ屋でも聞いたよね。聞いたっけ。いいよ、かっこいいよ、最高だよとか言ってたじゃん、あのヨネックスの人。ヨネックスの人なんか最高だよで思い出しちゃったよ。ほんま、うまうまいっしょ。溶けるね。とろけるような。うん、とろけるわ、マジで。食感これやっぱ和牛ならではなんだよね。噛まずに溶けるというか。いや、この店いい肉使ってるわ。本当いいね。うん、誰の店なの。分かんない。いや、この店いいね。うん、これ経営してる人相当頭いいよ。頭いいね。うん、いや、これ経営してる人相当ね、うん、舌が鋭い。うん、うん、日本刀のような鋭さも、まあ、超人気のハラミだし。まあ、結構醤油とか味噌とかいろいろあるけど、うちは味噌にこだわってね。こっちはロース、赤身ロース。我が店の2大トップ、ホルモン、丸ホルモン。特徴は、特徴はね、こっちの特徴は、うん、とてもうまい、うん、こっちの特徴は、うん、めちゃくちゃうまい。まあそんな感じ。まあ、ホルモンってだから。そうだね。ホルモンだね。女性にはこの丸の方が人気だね。柔らかいんだよね。まあホルモン系統って皮にコラーゲンが結構混ざってるから、美肌効果も期待できるとは言われてる。もう俺あんま信じないけど。だから美肌なんだ。そうだね。俺その美肌なんだ。肌綺麗だよ。たまに言われるけど、俺そう思ったことがないんだよ。これランチ営業はやってない。ランチやってないね。これがね、非常にうまい。これもうね、何がすごいかってね、この皿がすごいね。味噌漬け豚ほほ肉。ほほ肉。ほほ肉。これ、まあ説明するとこれぐらいの 1キロぐらいの塊から、うん、ほんのちょっとこれぐらいしか取れない。だからもうこれで限界一つ使い果たしてるような、そんな感じ。もう残りのは一応無駄にしないためにスープとかに使ってるんだけど、うん、でもはっきり言ってこれのためだけに豚の頭の肉を丸ごと買ってるような、そんな感じだ。コントロールこれだね。これやっぱその日の仕入れによって数量に限りがあるから、ない時も結構多いけど、でもある時はまあぜひとも食べてほしい。ほほ肉を焼いてみたいと思います。この肉はあんまり焦がすとうまくないんだよね。普通はビールが進むんだけど、飲酒しちゃまずいからね。運転だからね。マナーいいね。マナーいいでしょ。完璧なマナーだね。やっぱそうでなくちゃ、ゴルフは紳士のスポーツだから、うん、やっぱりマナーってルールと違って守らなきゃいけないものではないけれども、うん、でもそれを守って楽しむからこそ、うん、ゴルフってのが粋なスポーツなんだよね。ね、これもひっくり返していい。ひっくり返していい。忘れてたの。いいね。
やっぱ筋肉つけると肉一枚ひっくり返すのも絵になるね。そう、うん、ありがとうございます。やっぱトレーニングってそういう効果がある。そういうためにこうキムチ来たんだ。筋肉力入れたからひっくり返してみる。いやいいわ。ああ疲れるねこういう生活もね、うん、ボディービルダーなんか歯食いしばるだけあるわあれ、うん、うちの店非常に美味しいので、うん、ぜひお越しください。お待ちしております。ゴルフに来た際は、いやもうゴルフじゃなくても何でも空港でも何でもあるから、なんなら俺もいるし、ああそうそう、ぜひ寄ってみてください、まあ、寄ってみてください。はい、ホルモン亭、まあショータイムゴルフもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ホルモン亭もよろしくお願いします、はい。